はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとね、太刀を買いました。太刀っていうのは前も紹介しましたけど、こういう刀ですよね、を買いました。こんなやつです。どこで買ったかと言いますと、100均です。100均でですね、売ってたんです、おもちゃの刀が。さすが100均やなと思ったのがね、もういきなりここのこいつが取れたんで、ここちょっとテープで、それらしく巻いてみました。なんかそれらしく見えません。ちょっとそれらしいかなと思ったんで、長さがねちょっと短いんで、あれ子供用の子供のおもちゃですよね、なんであれですけれども、買ってみました。で、今回何をしようかと思ったかと言いますと、果たして能楽師はですね、100均の刀太刀であっても、もうそれらしくできるのかというので、やってみようかなと思います。これを使って、刀ですよね、そうですね、屋島でもしましょうかね、屋島の太刀を使うところをやってみます。お姉妹でしたら、太刀は前にも言いましたけど、お扇子をちっちゃくして持つんですけれども、能でしたらこれを、ここに腰にこういうふうに、通すと言いますか、実際の能でしたらこう紐で縛ってるんですけれども、このちっちゃい軽いもんですので、ちょっと袴に刺してですね、やってみようかなと思います。違和感はあるかもしれませんけれども、どんな風に見えるかちょっとやってみましょう。船よりよ時の越え君がに月に知らぬを剣の光後ろに映るを小太の星の影水よそろそろ行くもんまた雲の波の内追いそし違おる船戦の駆け引き浮き沈むとせしほどに。いかがでしたでしょうか。意外となんとなくそれらしく見えてません。ちょっとね、短いのと、ここの太刀の部分がね、この一緒の同じプラスチックなんで、もうちょっとここら辺をちょっとこう銀色かなんかでね、こうスプレーがシュッとして、光らすとそれらしく見えるかなと思います。今回はですね、このちょっとお遊びじゃないですけれども、100均の子供用太刀、刀ですね、それでですね、ちょっと屋島を待ってみた。そしたらですね、どんな風に見えるかっていう検証でした。結構いろいろ今の100均ってたくさんこういうおもちゃみたいなのが出てますね。面白いなと思って見てたんですけれども、こういう風な遊び道具でも、なんか小型とかでこうやったらなんかいけそうな気もするんですけれどもね。言い悪いは別として、こんなこともやってみました。で、例えばちょっとこういう風な、屋島であるとか、修羅門の曲ですよね、をお稽古されるときに、100円ですからね、100円で買ってちょっと腰につけてやってみると結構分かりやすいと思うんですわ。こんだけ長いものを振ってるんで、どうしてもお扇子だったらこう小さいのでね、こういう風に手首でピュッてこう振らはる人が多いと思うんですよ。でもある程度、お扇子よりちょっと長いぐらいですけれども、こうなってくると手首したら明らかに自分でこう相手これ切れんやろっていうのが分かると思います。こんなんですからね、それをやっぱ腕と一緒にこう
こういうふうにバスッと切る、そういうふうな、稽古ができると思いますんで、意外と使えるもんではないかなと思います。100円以上の価値はあると思いますので、そういう稽古をされる方おられたら一度やってみてください。で、多分ですよ、工夫すればね、これ多分ね、なぎなたっぽくなると思います。もうちょっとね、長いものをここにつけて、こいつを刃先として使えば、なぎなたっぽいものができると思います。なぎなた、熊坂でね、僕紹介しておりますけれども、あれを普段から持って稽古するっていうのはお金もかかりますし、大層ですし、折れた時のショックというのはもう立ち直れないと思います。ですので、こういうものでちょっと工夫してみて、なんか、作ってみられたらいかがでしょうか。能っていうのは、まあ、伝統あるすごい長い、650年前からやってるものですけれども、今生きているここの部分、我々だけのここの部分を切ってしまえば、ちょっとこういう工夫次第で、お稽古も広がりを持ってできると思いますし、やってみていただけたらいいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。